鹿沼市では、今日台風や地震などの大規模な自然災害に備えて、被災した市民の生活支援を迅速に行うために、住宅の被害を調査する職員を対象にした研修会が開かれました。住家被害認定調査員の研修会が今日鹿沼市役所で午前と午後の部に分かれて開かれ。 調査員員を務務める税税課課と納税課の職員合わせておよそ40人が出席しましまた住家被害認定調査員は、災害が起きたときに建物の傾きや外壁のひび割れなどから、住宅の被害の程度を確認し、り災証明書の発行につなげるための調査を行い、被災者の生活支援を担っています。 これまで税務課の職員が県や民間の企業などが開催する研修に参加することはありましたが関係する職員全体で行う研修はこれが初めてです。迅速かつ公正に被災した市民の生活を支援するため参加した職員たちは質問や議論をしながら調査の手順を確認していました。 2019年の東日本台風で鹿沼市はおよそ460件の調査を行い、り災証明書は660件ほど発行したということです被災者の人も結構苦しい状況だと思うので、そういう時に落ち着いてその調査などできるように、最初の一歩として、まあ、あの内容を覚えていただければなと思って研修しております。何人かでこ,のこれはどううなんだろうって この議論というか話し合っている感じも見られたので内容は届いているのかなと思います。